VS SC 岐阜。はい、前回も勝利して連勝中の難波なんですけど、まあこの勢いでね、今日も勝ちたいんですが、ちょっとね今日はわからない。ただ頑張りますよ。では早速今回対戦する選手を呼びましょう。どうぞ。こんにちは。はい、こんにちは。お願いします。背番号45、宇野香チャールス選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、夏8月ですね、はい、J3 の月間 MVP に選ばれました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、夏は強い方。そうですね、夏に生まれたんで。なあ、夏生まれ強いかなって。ああ、なるほどね、はい、このね、岐阜って結構暑いんだけど、そうですね、はい、休みの日とか、やっぱ、はい、川とか、はい、行かれましたか。バーベキューとかして、川で。アクティブなんだ、はい、仲がいい選手はいますか。そうですね、自分同い年が今年多くて、おうおう、同い年の選手全員で遊んだりとかしたりして。誰松本歩夢選手、歩夢、茂木柊、茂木柊、北龍馬選手、北龍馬、小石選手、小石ちゃん、三國選手。結構多いね、はい、今何歳だっけ。今今年25歳。25歳、はい、若い選手たちがチームを盛り上げる FC 岐阜。その中で活躍するウンドカチャールス選手とここからは対決です。対決内容はシュートスナイパ ー、 おー、いや知らないでしょ。まあ、どんな内容かというと、ゴールポストやバーの決められた場所にボールを当てて、でどっちが多く当てたかという、競技になります、はいはい、ちなみにバー当ては得意。いや、ちょっとフォワードなんで、ちょっとゴールネット揺らしたいタイプなんですよね。すいません。すいません。わかる。はい、そうですよ。アナマさんもフォワードでしたもん。そうそうそう、はい、だけどね、はい、俺はね結構バー当ててたのよ。あ、そうなんですか。お、試合中ね。それ逆にダメじゃないですか。それダメじゃないですか。ダメなんだ、はい、ただね、僕は連勝今ここまで来てるんで。あ、そうなんですか。はい、不得意ですけど、はい、頑張って、はい、連勝を目指して頑張ります。じゃあ選手チームが連敗中ってことですか。うん、あ、そう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 。で、秘密兵器で僕が呼ばれた。そういうことです。あ、ありがとうございます、はい、ということでね、頑張ってください。頑張ります。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。シュートスナイパー。ゴールの右ポスト、バー、左ポストの順にターゲットを定め、離れた場所からシュートを放ち、より多く当てた方が勝利。シュートの精密さ、正確性が求められます。レジェンド難波さん VS 現役のウンドカチャールス選手、勝つのはどっちだ。あれ、ちょっと出てない。ちょっと出てないですか。何、ちょっと出てないですか。なんか大石もなんかそんなこと言ってたな、なんか難波さん、そこしっかりしてください。この辺から行く。はい、お願いします。先行難波さん。いやー、えぐ、それはダメ、それはダメ。いやね、あんま自信ないんですよ、ポスター当て。それはダメでしょ。マジか、やってきたな。ちょっと外かな。だいぶ外に置くね。はい、ちょっと巻こうかなって。あ、巻いてこ、はい、あ、こっちになるのね、はい、巻いてか。いきます。はい、うわ、まあ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 、まだあと2本あるんでね。まあそうっすよね、うん、不得意なんで。ああ、はい、うん、全然練習も当たらなかったし。練習したんすか。あ、え、ちょっとね、え、ちょもう41、今年練習して準備万端のずるい難波さんの2球目。よしそれはでかい。よしいや、今のダッサいわ。今のダサかった。お気に入って、あれはダメですよ。いや、な、ダメだな、はい、今のはな。出てない、大丈夫。あ、ちょ、いや、もうちょい後ろ。これあれ、1ミリ、1ミリですね。1ミリ、チャーの1ミリ、はい、チャーの1ミリ、チャーの1ミリ、はい、いきます。あーい、どうですか今の。いやー、お気に入ってる。Jリーガーだったら当ててほしかったね。いやー、やばいな。最後に狙うのは左ポスト、難波さんの3球目。ちょっと、あ、すみません、俺の番かと思ってた。あ、難波さんです。ジーコかと思ったわ。難波さんの、すみません、間違えちゃいました。全然、蹴ってください。カズさんが PK 蹴る時のジーコかと思ったわ。気を取り直して3球目。よしよし。ああ、よし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 。今のお気に入ったわけではないですか。いや、お気に入ったわけじゃなくて、
なんかあの角っこぐらいに当ててかっこいいとこ見せてやろうと思ったらいや雑念が入った。そうダメだね。これチャー外したら僕の勝利ですよね。後がないウンドカチャールス選手、果たして。あー決めちゃった、やべ。はい、いや決めちゃった。取り直しってあるんですか、ね、ない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 。もうあのお仕事忙しいんで。結果発表。はい、ということで今回の勝負、ナンバの勝利。最初の1投目、はい、俺だいぶ集中してたの。集中してたんです。してた、感じたでしょ、はい、で、ちょっと迷いがあったよね。ちょっとどこに置こうかなみたいな。最初、はい、もうこの時点で、あ、これ1本目当たることはないなって俺は確信しました。はい、今日勉強になりました。まあ、勝ったんだね、はい、自信ない勝負で勝ったんで言わせてもらいます。はい、ということで、はい、あの今回はナンバが勝利しました。はい、ということで、次回も、僕のことを応援していただきたいなというふうに思います。はい、そして宇野川選手、今日はありがとうございました。 ありがとうございました。はい、これからの、ね、活躍に期待しますので、はい、頑張ってください。試合では勝てるように頑張ります。はい、頑張ってください。よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録お願いします。